中日新聞杯2020前走は忘れて3歳を買う。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、中日新聞杯2020をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の中日新聞杯外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の中日新聞杯でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の中日新聞杯はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら中日新聞杯2018年の傾向でございます。1着がギビオン、2着が湘南バッハ、3着がストロングタイタンとなっております。1着のギビオンがグリーンウッド、3着のストロングタイタンがノーザファーム信楽、それぞれで外球調整を行っております。そしてこちらが中日新聞杯2019年の傾向でございます。1着が里のガーネット、2着がラストドラフト、3着がアイストーンとなっており、すべて在球調整となっております。中日新聞杯2020で狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目、アンドロメダステークス組が2年連続でございます。2018年2着の湘南バッハ、2019年3着のアイストームとなっております。そして2つ目、前走を忘れては3歳は買いということでございます。前走の着順が悪いのでございますが、3歳は活躍しております。例えば2018年1着のギビオン、こちらはセントライト記念で13着でございました。そして2019年1着のラストドラフト、こちらもオクトーバーステークスで8着して巻き返しております。ちなみにでございますが、外球仕上げである必要性はございませんでした。2019年においては在球調整の馬が全て馬券内となっております。今回に関しましては外球ではなく、この2つのポイントを注意していただいてはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定しました後 LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から一部で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。